こんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ、今回はですね、ユニバーサルスタジオジャパンのとあるグッズを一つ紹介したいなと思います。それがこちらです。じゃん、箱です。箱の紹介をしたいと思います。そんなわけないじゃん。ちょっと昨日ですね、届きまして、この状態で送られてきました。今ユニバーサルスタジオジャパンで、もうこれを言うと、そのユニバーサルスタジオジャパンがすごい好きで頻繁に行ってる方、インパされてる方はもう感づいてるかもしれないんですけれども、もうすでに完売中で、任天堂エリアに売られてた、グッズになります。では早速こちらの方を開けていきたいと思います。こちらです。じゃん、ユニバーサルゴールデンカップ、なんて読むんだろう、ゴールデンカップトロフィー的な。写真が一応こんな感じで、こんな感じのトロフィーが中に入ってるみたいです。さあ、こちらも開けていきたいと思います。お、すごい、マリオカートって書いてある。すごい、マリオカート、ちょっと反射して見えにくいから、こうかな、こんな感じです。では開けます。かわいい。トロフィーってこんな感じなのかな。こちらになります。ちょっと落ちると大丈夫かな、ちょっと落ちて割れる可能性があるので、ちょっとあんまり傾けではしないんですけれども、こんな感じと危ない、こんな感じに、落ちることはないのかな、なってます。すっごい綺麗、輝いてる。もう一個ね、貯金箱のトロフィーがあったんですけど、ちょっとそれだとキラキラはしていないので、どうしてもこっちが欲しいなと。あ、なるほど、ちゃんとこのこう立てても落ちないようになってます。すごい。はい、ということで、ちょっとテレビの前に飾ってみたんですけれども、こちらがですね、ユニバーサルスタジオジャパンの20周年の時に買った、中にチョコレートかクッキーが入ってたような気がします。こちらは、もうずっと前に飾ってあったグッズになるので、こちらですね。すっごい。多分、こうやって立てて飾る商品なんでしょうね。すごい、マリオカートって書いてある。ちゃんとマリオカートって書いてある。すごい、これあんまり買って動画にしてる人って少ないんじゃないかな。私昨日くらい調べてたんですけど、なんか貯金箱のチョコレートが入ったトロフィー買いましたっていう人はいるんですけど、これを買って動画にしてた人いたかな。